皆さんこんにちは、みこです。今日は勤め始めて約3ヶ月になった、早朝のスーパー品出しパートで本当のところどうなんっていうのをちょっと喋っていきたいなと思っています。まあいいところもね、悪いところも、まあどんな仕事でもあると思うんですけど、これからパートを始めたいなって思ってる人とか、私みたいに初めての職種で実際働いてみて中ってどうなってるのかなっていうのをね、気になる人のために、スーパーの早朝品出しバイトっていうのがどういう風な感じなのかっていうのを働いてみて、約3ヶ月働いてみての感想を述べてみたいと思います。そして私なりのいいところと悪いところも喋っていきたいと思います。はい、まずはデメリット、良くないところから行ってみようかなと思います。一つ目は朝早いこと、そして二つ目は意外と重たいものを持つよっていうこと、そして三つ目はとにかく寒いっていうことの、この三つが主なデメリットかなと思います。あ、それともう一つありました。それは時間通りに終われないっていうことがありますね。はい、では一番最初の、デメリット、朝早いっていうことからお話しすると、これはもうまあね、勤める時から分かってるだろうって感じですけど、まあ、割と私は昔から朝早いのがそんなに苦手ではないタイプなんですけど、まあ普通の人から言うと朝5時から勤務っていうことは、まあね、わりかし近かっても30分ぐらい前には家を出ないといけないと思うし、まあ女子の場合はまあ一応ね、おばさんのパートの勤務でもちょっと髪をしたりメイクをしたり、私の場合は髪にゴニョ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 っとしたりとかいろいろかかるので、なんかね、3時に起きてますね。なんか朝バタバタするのがすごく苦手で、朝っていうか、まあ基本ずっとバタバタするのが苦手なんですけど、とにかく時間に追われてバタバタするのが苦手なので、朝3時に起きてます。なのでそこまではいかなくっても、まあ3時半とか4時とかにね起きるのが苦じゃない人だとかなり辛いですよね。特にこの数日の寒波、この寒い時期に朝4時半とかってもう一番一日の中で寒さがしみる時間帯に起きて仕事に行かなければいけないっていうね、そこのところはまあ大きなデメリットですよね。大きなデメリットですよね。はい、そして2つ目のデメリットは意外と重いものを持つっていうことです。これは私は今はスーパーの品出しパートって自分で言ってますけど、求人の募集を見た時にはね、早朝のスーパーのレジ打ちパートって書いてあったんですね。で、私はこういうスーパーで仕事をするのは初めてだったので、まあレジ打ちって書いてあるから、ずっとレジに立ってレジを打つのがメインの仕事だと思ってたんですね。だから品出しと言っても、まあレジのなんか隙間の時間にちょっとだけ手伝うみたいな感じで、メインはレジを打つことが仕事だと思っていたので、ああよかった、ちょうど腰の悪い私にはぴったりだとか思って行ってみたんですけど、最初の面接の時に荷物を出したりすることもありますよっていうのは言われたんですけど、なんかその今結局ね働いてみると、
9割ね品出しなんですよね。だからレジを打つっていうのはもう本当月のうちに3回4回ぐらいうちのお店の場合は順番が回ってきてレジを打つんですけど、それもじっとレジを打てばいいんじゃなくって、そのレジを打つ係の時も結局は品出しがメインなんですよね。で品出しをしながらその合間でレジを打つっていう感じだから、どっちかっていうともう品出しの方に重点がいってて、まあレジはまあついでみたいな感じなので、もう品出しパートってね募集しといてほしいなとか思うけど、まあそうしたら逆に私レジは打ちたくないですっていう方が来ないのかどうなのか分かんないんですけど、まあとにかく品出しなんですね。で、私が担当を言われたところっていうのは、あの結構ね牛乳の、まあ、1リットルのパックが6個入るあのケースがあるんですけど、それを上げたり下げたりしたりとか、あとあのお酒のところもあの担当なので、お酒だと、まあ、350ml の缶が12個入った、12個じゃないや24個かな、分かんなくなった。とにかく1ケース入ってるのとか、あと 500ml の缶も1ケースとか、そういうのを上げたり下げたりしないといけないので、実は結構腰にきます。なので最初の頃私はあの動画でも言ってますけど、ブギッとやっちゃって結構腰がやばい感じになりかけたこともありました。なのであの本当に重いもの持つのが苦手な人とか、ちょっと腰やらかしてる人とかはあの気をつけた方がいいんじゃないかなって思います。実際入ってみて同僚の人もなんか順番に腰やらかしてるっていう感じですかね。入って私がやって、そのちょっと後に他の女の人がやって、ついこの間は一緒のところのおじさんがやっぱり腰に来てましたね。だからまあね、なりやすい仕事だと思うし、私も、お酒を今日はお酒のところをしますよっていう日は前もってわかるので、絶対コルセットを巻いていくんですけど、そういう風な感じ、あとあんまり慌てて急いでなんか変にねじれたような体勢で持たないとか、そういうのを気をつけながらやってます。なので重いものが苦手な人にはもうド NG だと思います。はい、それで3つ目のデメリットはとにかく寒いなんですけど、まあ、私の場合、本格的に始めたのが10月からなので、まあ、ちょうど寒い時期にかかってるっていうのもありますけど、とにかくね寒いんですよね。まあ、皆さんも普通にスーパーに行かれても結構ねスーパーの中って特にあのお肉の辺とかの前に立つと結構コート1枚着てないと寒いなって思う時ありますよね。なんかそれうちのスーパーはそれ以上になんかもうほぼ冷蔵庫の中なんじゃないのみたいなぐらい、下手したら外にゴミを捨てに行った時に外の方がほんとなんかあったかいですもんね、この時期。もうそれぐらい寒いので、今はスパーツを履いて裏起毛のズボンを履いて、で足首に足首ウォーマーみたいなのをつけて、さらに腰にカイロを貼ってっていう感じで、もう完全装備です。で首にはネックウォーマーを巻いて、で手もなんか荷物を運ぶから作業用のゴム、滑らないゴムの手袋してるんですけど、そのゴムの手袋をしてても指先がずっとシンシンしてて、なんかあったかい手袋を中に仕込みたいなって思うぐらい、でも寒いですし、だからなんか耳もねたまになんかもうちぎれそうになって
に寒い時あって耳当てやりたいなと思いながら、でもまあね、人の声が聞こえないから耳当てはできないんですけど、もうそれぐらい寒いんですね。で動いてると結構ポカポカしてくるような気もするんですけど、ちょっと動きが止まるとすぐシンシンして冷えてくるので、なんか私はどっちかというと、まあ更年期障害もあったりして、それからもともと暑がりなので、そんなに寒さに弱くはない方なんですけど、もともとの寒がりの人とかだったらちょっと耐えれないんじゃないかなっていうぐらいの寒さの中で3時間4時間とか、まあ長い時には6時間弱仕事をするので、ちょっと寒さに弱い人は厳しいかなと思いますね。でもまあ夏場はね、どうなんでしょう、夏場は涼しくって気持ちいいのかな、それとも今度は暑すぎる感じになるのかな、ちょっとよくわからないですけどね。はい、そして4つ目、時間通りに終われないっていうことなんですけど、これは私も最初募集の段階では朝5時から9時までの勤務ですっていうことで、募集で行ったんですけど、実際働いてみるとなんかそんなことを面接の時には一言も言われなかったのに、もうほとんど10時で終われないし、自分の担当のところが終われないと帰ることはできないからって明るく言われたのでえってなったんですけど、結局本当そうなんですね。自分の担当のところの部署が終わるまでは基本帰れないっていうことで、いつもね潤沢に人がいるわけではないので、もうほぼほぼ9時ジャストに終われる日はないですね。で今の時期はお正月明けでちょっと若干荷物の入りが少ない時期らしいんですね。でこの時期は早く帰れるよって言われて、この間珍しく9時ちょうどぐらいに帰れる日がありましたけど、ほとんど早くて10時、ちょっと忙しい時だと10時半とか、もうギリギリなんか11時までしかちょっと働けれないんですけど、ギリギリ11時手前ぐらいまで働くようなことがあるので、そこがね、あんまり時間的に、その次あれですよね、2つ掛け持ちとかする人とかは時間がきちんと終わる時間が読めないので難しいのかなっていうのはありますよね。で以上4つが私が思うデメリットですかね。全部面接の時にはわからなく、まあ朝早いのは分かってたけど、他は全部面接の時にはなんか自分としてはあんまりピンとこなかった部分でした。中に入って働いてみて、あ、なんかやっぱりちょっと思ったのと違うなって思ったこと4つです。もしね、早朝の品出しパートさんを検討されている方がいたら、こういうデメリットがあるなっていうのを踏まえて考えてみてほしいなって思います。はい、続いては今度は良かった部分、メリットっていうか早朝バイトでいいなって思う部分について、お話ししていきたいと思います。意外に3つあるんですよね。3つ、1つは、まあ、朝早朝早い分、午前中に仕事が終われるっていうこと、そして2番目はあんまり人に会わないっていうこと、で3番目は時給がデイタイムよりもいいよっていう部分です。はい、最初のね、午前中に終われるっていうのは、まあデメリットの部分でもあるしメリットの部分でもあるかなっていうことなんですけど、まあ朝早いお仕事の分、もちろん終わるのは早くって、19時過ぎに終われた日とかはもうほぼその日
休みと一緒じゃんっていうような一日の使い方ができるので、まあ今度の仕事になってからは私は主人と休みが合わなくっても、主人が休みの日でも私は午後からは自由になるっていう風になったので、午後からだったらまあ2人でお出かけもできたりするし、主人もなんか自分が休みの日に私が仕事に行ってて、なんかもういつも休みが合わないなっていうのが前の仕事では結構ストレスっていうかよく言われてたんですね。もっと休み合わせられないのかと言って私も言われてて、前の仕事はまあね正社員だったし、そんなんできるわけないじゃんっていう感じで私が冷たくやってたので、なかなか月の中で1回か2回ぐらい休みが合えばいい方っていうことで、割とその辺が難しかったんですけど、今度は休みもまあもちろんパートですから取りやすいっていうのもありますけど、まあ仕事の日でも全然そんな感じで、普通の人はまあスケジュール予定が入るのってまあ9時ぐらいからねデイタイムだと思うので、その辺の時間帯は割と自由になるということで、なんか主人と休みを合わせなくっちゃっていう、なんかストレスから解放された私はそこがメリットかなと思うし、まあうちの家は子供がいないけど、まあ子供さんがおられるお母さん方もいいのかな。あでも朝が早いから子供ちゃんがいたらあんなに朝早い勤務に出勤するのは無理ですよね。だけどまあその部分がねいいところだと思います。はい、そして2つ目はあんまり人に会わなくてもいいっていうことです。早朝なので一応スーパーでね人いろんな人の出入りがある場所は場所なんですけど、もう朝ね5時とか6時にスーパーに来る人ってそんなにたくさんはいないし、基本レジに立ってなくって品出しをしてるので、まあ、レジだったらねいろんな人に会うんですけど、もう黙々と時間内に品出しをするっていうだけなので、そんなにお客さんと絡むこともないし、なので本当にねなんかまあ、私はこっちが地元ではないのでそんなに知り合いはいないんですけども、なんかあんまりねなんかいろんな人と絡まなくてい い仕事なので、そこが気が楽ですね。で勤めてみて思ったのは、面白いことに早朝に来るお客さんってもう男の人ばっかりなんですよね。ほぼ9割男の人で、それも男の人っていうか、なんかおじさんからおじいさんにかけての人ばっかり朝来ます。そしてみんな面白いのが、いつ来ても同じものを買って帰りますね。もうなんかお酒を買う人はお酒の銘柄まで一緒で、本数も一緒で、買うパンの種類も一緒でみたいな感じで、いつももう同じものをローテーションのように毎日来て毎日買って帰るみたいな感じで、もう朝から結構ねワンカップのお酒が売れたりとかしますけど、なぜかおばさんは朝来ないですね。お姉さんも来ないし、もうほとんどおじいさんとおじさんとたまにお兄さんっていう感じで、8時ぐらいになってからやっと一般的な女の人とか、まあ、主婦っぽい人とかが来るんですけど、8時ぐらいまではもうほとんどおじさんしか来ないですね。びっくりしました。そして意外にねみんなね礼儀正しい。なんか私が行ってるところは激安スーパーなので、なんかちょっとまあ偏見じゃないですけど、なんかドンキに来るお客さんじゃないけど若干柄悪いのかなって結構思ってたんですよね、最初の頃行くまでは。であんまりその柄が悪い人とかに絡まれたりとかそういうのされたら嫌だなとか思ってたんですけど、みんなねなんかすごく感じがいいお客さんばっかしで、なんか
こっちが言う前に朝からおはよう、いつもありがとうとか言って声をかけてくれたりとか、あの何々はどこですかとか言ってこちらですよとか言って説明したりとか、一緒に探してなんか見当たらないですねとかなった時とかも、そのお客さん自身が自分であの店内をぐるぐるして見つけた時なんかも、帰りにさっき探してくれた、一緒に探してくれた何々どこどこのコーナーにあったよとか言って教えてくれたりしてね、結構あのいいお客さんが多かって、それはちょっと私の偏見でしたね。本当にほのぼのした感じで仕事ができてますね。はい、で最後のメリットなんですけど、時給がデイタイムよりいいっていうことで、これはまあね、早朝とか深夜の勤務の人っていうのはまあ大体そうなんですけど、まあデイタイムより時給が100円ぐらいいいっていうことで、まあ私はそれでまあデイタイムで長く働くよりも、まあ早朝そんなにうちの今の家にも合ってるし、早朝で時給もいいことだし、短い時間でちょっとだけ働いて帰るのにはちょうどいいかななんて思って、この仕事を選んだところが大きいです。はい、というわけで、スーパー品出しパートのメリットとデメリットについて話してみました。3ヶ月ほどやってみての私の感想です。世の中いろんな仕事があるけど、自分に向いてるとか向いてないとかってまあ難しいし、まあ一番は行ってやってみないとわからないっていうか、働いてみないといくら面接の時にいいなと思ってもわからない部分が多いのでね。で今はこうやって YouTube とかがあるので、結構ねあのいろんなパートとかで検索したらいろんな方の YouTube 動画が上がってくるんですけど、もう皆さん苦労されてるなっていうか、大変な思いをされてるなって思って、そうそうとか思いながらいつも動画を見てるんですけど、私はなんか割とねこの年まで転職をいろいろしてきたので、いろんな職種も経験があるんですけど、まあどっちかというとやっぱりサービス業がメインで多いんですね。だからその事務の仕事とかはやったことないし、それからあと工場勤務っていうんですかね、工場勤務もやったことなくって、まあでも多分私のこの性格からするとのんびりだし、なんかこう同じ作業をするのは苦じゃないんですけど、なんかこうなんか割と工場ってがんじがらめっぽいじゃないですか、なんかこう自由がないというか、だからそういうのをずっと同じこうペースでできそうにもないから、ちょっと工場とかは難しいのかなと思ってみたりもするんですが、ほんとね、まあ、いろんな人がいろんな仕事をされてて、で私が今まで経験ある中では老人ホームの調理員とか、あとまあアパレル店員とかそういうのがあります。またね機会があったらそういうののメリットデメリットとか、働いてみた内側とかね、そういうのもちょっと喋っていっても面白いかなとか思ってます。やっぱりやったことある人でないと内側は分からないっていうかね、へえそうなんだっていうのもあると思うから、そういうのも面白いかなっていうふうに思ってます。これは一つ余談なんですけど、私今までずっとまあ独身が長かったっていうのもあるんだけど、まあフルタイムの仕事ばっかりずっとしてたので、なんか頭の中がなんか仕事っていうのはなんかちょっと若干私生活を犠牲にしないとダメなんだみたいななんかイメージがあったから、さっきも言ったようにその主人が休みを合わせて欲しいみたいなこと言っても、そんな無理に決まってるじゃん、私の仕事はそんな仕事じゃないんだからみたいな感じで、なんかこう若干私生活はまあ
犠牲にしてもう当たり前だみたいな考えでずっと生きていけたんですね。それが今回一緒にパートで働いてる方が、まあ、年末の今年もお世話になりましたっていう挨拶の時にね、なんか今年もお世話になりました、来年もよろしくねと言った後に、体が一番の資本だから、体ね、この間腰を悪くしてたけど体のことを一番大事にしてねって言った後に、それからもう一つ大事なのは家族が一番だから、家族の、私たちパートは家族のことが一番なんだから、家族のことを一番に考えて仕事をやっていこうねってその方から言われたんですね。これがなんかめちゃめちゃ目から鱗で、あーって、世の中の奥さんってこういう風な考えで仕事をしてるのかと思って、なんかすごいと思ったんですよね。そうか、家族が一番大事って思って仕事してもいいんだと思って、なんかすごいね、なんか目から鱗が落ちたっていうか、なんか私もそういう風に家族一番大事っていう風な働き方をしてみたいなってその時初めて思って、でそれからはなんかちょっとね、今のパートの仕事の休みの希望を出す時もなんか堂々とって言ったらあれだけど、この日は私家族のために時間にするんだから休みを取ろうみたいな感じで、なんかどう言ったらいいのか分かんないけど、なんか心持ちが変わったっていうか、そんな感じになりましたね。どう言っていいのか分かんないけど、そんな風な気持ちで、まあ今も一応まだね、やめようとは思わずに、まあ私よりもね、一回りとまではいかないけど、少し年上の方たちとほのぼのと仕事を続けてるので、まあこの調子でね、腰を言わさないようにちょっと気をつけながらやっていきたいなと思ってます。はい、はい、というわけで今日は早朝品出しパートさんの現実、そしてメリットとデメリットについてのお話でした。また次の動画でお会いしましょう。そんじゃあね、バイバイ。